小木大輔は、日本の大声奏者。東京都出身。エッセイスト、指揮者、コンサートプロデューサー。東京都生まれ。中央大学附属高等学校を経て、国立音楽大学卒業。1981年に、ミュンヘン国立音楽大学大学院へ留学、キュンターパッシンに指示。終了後、同大学講師を務める。1987年。 シュトットガルトフィルハーモニー管弦楽団の第一、応募奏者として入団。バイエルン放送公共楽団、バンベルク公共楽団などでも、客演主席奏者として活動した。1990年、帰国。1991年4月より、NHK 公共楽団主席応募奏者。また、新生日本公共楽団でのボエ奏者を務める、ソリストとしても、 山下洋介らと活動するなど、クラシックのジャンルにとらわれない、幅広い活動を展開している。山下の無伴奏応募へのための、レディラビットへの手紙は、モテギに検定されたもの。ミュンヘンでの初演以降も、日本だけでなく、ロッテルダムなどでも演奏している。ジャン・フランセの、応募へ、バスウムピアノのためのトリオの日本初演、アンドレ・プレビン作曲の、応募へ、バスウム ピアノのためのトリオの日本初演も岡崎浩二と共に行っている。応募はパッシンのほか丸山誠さんにも支持。1996年三鷹市芸術文化センターにて開催されたオーケストラ人間的楽器学シリーズを皮切りに指揮者としての活動を開始。企画、指揮、トークのすべてを行うクラシック入門コンサートを展開、全国的に活動している。 2001年には、日本フィルハーモニー交響楽団を指揮。このほか、N 教の現役応募奏者でありつつ、金沢、名古屋、大阪、福岡などで、多数のオーケストラ、合唱団などの指揮活動を行っている。指揮を、岩木博之、富山雄三、広上淳一、三河聖典に指示。2018年10月5日、NHK 交響楽団第38回。 有馬賞を受賞。2019年3月8日、NHK 公共楽団を定年退職漫画のダメカンタービレを全国に先駆けて音楽化した。作者の二宮智子とは深い信仰があり、作品中のクラシック音楽について様々な助言を与えている。活動の幅は作曲、企画、執筆などにも及び、月刊、バンドジャーナル紙等にコラムを持っている。 愛称は、もぎぎ。趣味は、観戦模型、落語、料理、ジャズ、ピアノ、漫画。落語での定語は、古典型酒好丼。など、ありがとうございます。